6年経っても忘れずに皆さんこうして来ていただいて、ここにいる皆さんは決してこれからも忘れないと思います。安倍晋三首相に向けて元気よくコールいきましょう。よろしくお願いします。安倍はよく聞け、安倍はよく聞け、憲法